さて、次の駅は川辺駅です。この線乗り換えの駅なのでもうちょっと大きいかと思いましたが、ちっちゃい駅でした。なんか奥内駅とかそんな感じ。まあまあでも新しいんでしょうかね。うん、待合室です。シンプルです。すごい。でも IC 乗車券を使えるというのはさすが大宇線。うん、大宇線と五能線、うん、川辺です。お、はるちゃん向こうのホームに行ってしまいました。さっきの来た時はの方が面白かったですね。あれはでも町の人たちの駅なんですね。観光地じゃないんですが、誰も広告ポスターを貼りません。寂しい。あ、はるちゃんは2番線ホームに行きました。時刻表です。五能線です。大宇線です。そして五能線川辺です。はい、じゃあはるちゃん終わりましょう。うん。